全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して10番アウターガリレオ、2番手11番アランテイアラ、2番いきなり天体好位をキープ、1番ハミング2番、その外9番ネオンマックス、各馬1コーナーを目指します。外から7番チサヒメエクレア、そのうち4番アイリス、17番ひなたどん、1番人気16番ノバイウィングス、この位置。それから13番メイランドリーム、1馬身相手5番ニコスマイル、その外14番鍋の煮込み、内から3番スリールインディ、これから向こう上面に入ります。外を抑えて18番チョモランマ、12番トラジキャニオン、続きまして15番ヌマさん。 1000m の通過タイムは1分1秒9、内を抑えて8番サタデーサウンド、6番センパヒビップ後方、18頭各馬一段となっています。主導権は10番アウターガリレオ、さらに11番アランテイアラ、2番いきなり天体好位をキープ、9番ネオンラックス、内側7番チサヒメエクレア、外を抑えて17番ひなたどん、1番人気16番ノバイウィングス、この位置。各馬大欅の向こうを通過、内を抑えて4番アイリス、13番メイランドリーム、真ん中あたりにつけています。内を抑えて1番ハミング2番、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭アウターガリレオ、400を切って先頭アウターガリレオ、その後アランテイアラ突っ込んでくる、ドナイウィングスわずかに先頭か、あと200、変わらず先頭はドナイウィングス、2番手アウターガリレオ差を詰める、アウターガリレオ逃げ切ってゴール、勝ったのはアウターガリレオ、鞍上は戸崎啓太騎手、アウターガリレオブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ドナイウィングス、その後3着トラジカニオ、